はい。明日は、今日の新作ドルーザの主演を頼みたいと思います。確か、フルフル、エンタブラックスチアアップと、キャラモルコーシーを、フラミングスラックチームは、だから、そうだね。そう。ですか、ワンのヒントだけですね。このワンですけど、正体前に書く形はあります。サルテン、ウェティレットネム、チューは、ドルーズだけ楽しみたいと思います。不法使用や癒されるかな、それぐらい。え、そうだ。もし、どうは、フラペチーノから、どんどんしますね。そう、なるほど。出せるは出せるな。生活を合わせるは、難しいのだ。いや、ちょっと、どうしようって。いや、改めて、ぬるさとフリーチャーメル、フラペチーノ、どんどん一番。ミルクコーヒーのまろやかな甘さと、ピンクフルーツの意外なところから来る副編が、よりさっぱりとした気分にさせてくれて、美味しいドリンクになっていますね。だけど、外でしっかりするような、料理にもよって三脚を忘れるっていう失態をやらかしてるから、すごい人違いだなって、ビューラー。まあ、何やってんだ、ごさん。あっと、マイクの調整ミスってたし。いや、まだまだ。いろいろコンピューはしていたけど、まだまだ太鼓マスクだとありがたい状況だなぁ。だ、はい、もっと頑張っていせんと。よそに慣れてないやってくれるわけじゃないけどね。だけど、今はまろやかなミルクの甘さで癒されていきましょう。それでは詳細についてはこの後すぐ。ミルクフーシーセラペチーノは、ちょっとミルクフーシーの味がまったりとしていて、ペタペタのキャラメルの甘さも入ったすべな、まあ、だから状態的に甘めのセラペチーノでシャレっているのというのは自分の感想です。一方で、で、エンゼプレッツは、うわ、だから、キュニッとした食感も絶対に仕上げるゼリーが合うクリップ。そうです。だから、ウェニーだけじゃなく、食べたいの感じるべきはできたのが美味しかったです。これやっぱりのね、ミルクコーヒーフラペチーノは、ふろやかで、まったりとした甘さがあり、さ、まりでイワシの方が自分で好みでした。はい。なので、今回は、ミルクコーヒーフラペチーノを代表としてご提案とさせていただきます。だが違う味でも飲んでみたいですね。あ、ちょっとこれに変わったというわけで、本日はスタバの新作ドリンク無視を飲んでいたのを下は、あなたは飲みたくなりました。もし飲みたくなったと思っていただけたので、あれば、チャンネル登録でチャンネル登録をして、スタバの読みにしていただけると、とても嬉しいです。では、演舞、終演。